値上げでお客さんは何人減る？経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。ここのところですね、ずっと値上げがね続いております。そして1年に何回も値上げをしているという商品、そして、業界もあるようです。でこの値上げをした時に一番心配になるのが、値上げによってお客さんはどのくらい減るんだろうっていうね、これ素朴な疑問だと思います。そこで今日は値上げでお客さんはどの程度減るのかを分かりやすく解説します。まずですね、値上げって聞くとですね、大抵数パーセント、例えば 3% とか 5%、 多くてもまあ 10% かなっていうね、そんな感じだと思います。ただ今回はですね、コロナ禍、そしてロシアのウクライナ侵攻など、その他円安とかね、いろいろございまして、まあ 3% から 5%、 下手すと 10% の値上げを年に数回やってるっていう企業ね、非常に増えています。じゃあこうなるとですね、顧客数が減ると大変だなっていうね、まあ当然大変なんですけども、これね、どのぐらいじゃ減るのかっていうことを、データはね、取っている人は少ないと思います。ただ私ですね、かつて、小売業でですね、いろんなマーケティング関係のですね、部署にいて、いろんなデータ取ってた関係があって、やはりその消費税の導入だったりとか、そういうのも経験しております。それで考えていくとですね、大体ですね、値上げがあると、これ一時的かもしれないですけど、最大で 10% ぐらい、1割ぐらい客数が減るっていう感じだと思うんですね。ただこれは販売してる商品だとか業種とか業界によって大きく変わりますので、値上げをしてもそんなに減らない、例えば 1% から 3% か 5% 程度で収まるっていうところも多々あるかと思います。ではね、これ次問題なのが、値上げってどのぐらいやったらいいのって話なんですけども、まあ、この辺は企業によって違いますけども、極論から言うとですね、この値上げの幅やっぱあるんですよね。5% の値上げと 10% の値上げと 20% の値上げ、この中でどれが一番お客さんが減りますかっていうことを考えていくと、一見するといっぱい値上げした方、要は 20% とか 30% はいっぱいお客さんが減ると思うじゃないですか。ところがですね、これよくよくデータとかいろんな人の話を聞くと、いや 5% でも 20% でもそんなに、お客さんが減る数っていうのは変わりないよっていうね、そういった企業が非常に多いですよね。そうするとですね、どうせ値上げするんだったら頑張ってね、もうギリギリのところで 5% の値上げとか言ってないで、 10% か 20% もう思い切ってそこまでやった方が経営的には非常に楽になるということになりますよね。現状1万円の商品を10個売ってましたと。そうすると売上が10万円になりますよね。じゃあここで値上げをしましょう。で先ほど言ったように、客数が値上げによって 10% 減る、1割減るということになると、さっき10個売れたんで9個になりますよね。で 5% アップだと1万500円っていう商品単価になります。それに9個もうお客さんがね、1人減ったんで9個かけると売上は9万4500円です。で 10% アップだと商品の価格が1万1000円、そして同じく客数が9個なんで9人なんで9をかけると9万9000円です。で 20% アップ、そうすると価格が1万2000円で客数が9なので売上は10万8000円ということになります。これわかりますかね。これ考えていくと、要は値上げ前は1万円で10個売れました、売上が10万円ですと。でところが 5% アップ、 10% アップ、 20% アップ、これ3つとも客数が1人減ったっていうね、ただそれだけの計算にするとですよ、値上げ前よりも売上が上がるのは 20% アップしかないってことなんです。 5% アップとか 10% アップでは、値上げ前よりも売上が下がってしまう、つまり利益も下がってしまうってことになりますよね。
そうするとやっぱり 20% アップかなと、 20% アップでも8000円売り上げが上がるっていうだけなんですけども、これだってね、だから 20% までは、要は客数が 10% 1割減るっていう計算でやるとそうなってしまいます。まあこれに関しては業界とか商品によっても様々な見解がありますし、様々なねデータもあると思いますけども、まあこういった話もありますので、ぜひですね、値上げをするんであれば、まあ 20% ぐらいやった方がいいんじゃないかっていう話なんですよ。5% とかね、10% とかちびちびね、上げていく話ではなくて、もう一気に 20% 上げた方が、まあその後のこと、いろんな売上とか利益を考えるといいという話ですよね。とにかく値上げ前よりも売上アップ、利益アップを図るんだったら 20% の値上げ。これあくまでも、全部ね、客数の減少が同じだっていう計算ですけども、おそらくこれ 30% とか 50% とか値上げしたら客数はぐんと落ちるはずですよね。下手すと今まで10人のお客さんだったものが6人とかね、5人に減る可能性もありますんで、そうなってくるとまたちょっと事情はね、変わってきますよね。なのでやっぱり 20% ぐらいが限界じゃないかなと、値上げのね。そうすれば客数の減少もほぼ 20% 以下であれば同じじゃないかなっていう仮定に立つと、こういった結果になります。何か皆さん方ね、参考になったでしょうかね。まあ、このようなですね、データだとか、あと経験者の方に聞くと、こんな結果になりました。はい。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学のご案内です。メルマガ社長の大学は、これ本当にタダでいいのって言われます。はい。当然です。無料です。そして週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。で、もう1個プレゼントがあります。電子書籍、法人営業、新規商談を激増させる方法というものです。こちらですね、法人営業をやってる営業マン、新規商談が少ないなと思ったら、これを読んでいただけるとヒントが書いてありますので、ぜひダウンロードの方よろしくお願いいたします。